大矢部古墳群大矢部古墳群の1、大矢部古墳群は、兵庫県矢部市大矢部にある古墳群。4基が兵庫県指定史跡に指定され、47基が洋布市指定史跡に指定されている。兵庫県北部、縁山川右岸の丘陵南斜面に映像された大型群集墳である。東西約2キロメートル、南北約1キロメートルの範囲に、 古墳約150基が分布する。古墳群の内金利塚古墳、塚山古墳、西の丘古墳、高森塚古墳の4基は主体部の埋葬施設が全長10メートル以上の大型横穴式石室として注目され、特に金利塚古墳の石室は田島地方では最大規模であり、全国的にも有数の規模になる。これらの4基は名種墳として、 丘陵南六に位置し、その後輩丘陵,陵上に、中、小古墳として、後期の小山市軍、野塚市郡、穴形西郡や、中引く後期の道林市郡が群衆する。金利塚古墳、塚山古墳、西野岡古墳、高森塚古墳の大型古墳4期は、古墳時代後期終末期の6世紀後半マイナス7世紀前半頃の映像と推定される。当時としては、 はじ地方最大の政治権力の存在を示し、古墳時代中期の5世紀代の大型古墳である、池田古墳、茶すり山古墳が築造された朝ご市和田山地域から、洋布市洋布地域に、政治権力が移動したと推測される。また律令成果では、洋布軍の中心地である洋布郷に位置しており、洋父神社の宝塞士族との関係を指摘する説も、挙げられる。 田島地方を引いては北近畿地方では代表的な大型軍修墳として注目される古墳群である。近林塚古墳の古墳域は1986年に、塚山古墳、西の丘古墳、高森塚古墳の古墳域は1988年に、兵庫県指定史跡に指定された。また、野塚市、軍十九期、道林市、軍十八期の古墳域は1 9 7九年に、 洋府町指定史跡に指定されている。金利塚古墳は洋府市大矢部麻中世にある古墳。大矢部古墳群の中央に位置する。墳形は円形で南北35メートル、東西32メートル、高さ9メートルを測る。墳丘周囲には修行が巡らされる。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で東方向に開口する。 石室の規模は次の通り。石室は田島地方で最大規模になる。紛糾の中心は原室の中心に位置する。原室の奥壁は四段積みで、側壁は規定石を四国とする四段積みで構築される。また、石室の内面には石色岩料の塗布が認められ、開口部には閉塞石が残存する。 服装品はつまびらかでないが、石室内で装飾不正器片が採集されている。築造時期は、古墳時代後期の6世紀後半頃と推定される。なお、金利塚古墳の西側周構内には、裏塚古墳があり、倍長的性格が指摘される。塚山古墳は、洋服市大矢部浅塚山にある古墳。墳球は一辺約35メートルの方形基段上にあり、墳形は、 円形で直径35メートル、高さ11メートルを測る。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で南東方向に開口する。石室の規模は次の通り。墳球の中心は原質の奥壁に位置する。原質の奥壁は3段積みで、側壁は規定石を三国とする3段積みで構築される。天井石は1枚で、 長さ4.8メートルを測る田島地方では最大規模の石材になる。石室の内面には石色岩料の塗布が認められる。服装品はつまびらかでない。築造時期は古墳時代後期の6世紀後半頃と推定される。高森塚古墳と近接することから、被葬者は近親関係にあると推測される。西の丘古墳は、洋服師親分厚西の丘にある古墳。 噴球は、作兵を受けているため噴径は明らかでないが、円形と推定され、直径25メートル程度と見積もられる。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、東南東方向に開口する。石室の規模は次の通り。噴球の中心は、原質の中心に位置する。原質の奥壁は2段積みで、側壁は、 規定席を三国とする三段積みで構築される。天井席は2枚。副葬品はつまびらかでない。築造時期は古墳時代終末期の7世紀初頭頃と推定される。コウモリツカ古墳は洋服市大屋部和座大門にある古墳。墳球は作兵を受けているため墳形は明らかでないが、方形と推定され、現状は長辺28メートル。 短ペ23メートルを測り、もともとは一辺30メートル程度と見積もられる。主体部の埋葬施設は、右肩袖式の横穴式石室で、南南東方向に開口する。石室の規模は次の通り。原室の奥壁は2段積みで、側壁は規定石を4国とする2段積みで構築される。天井石は5枚。副葬品はつまびらかでない。築造時期は、 古墳時代終末期の7世紀前半頃と推定される。塚山古墳と近接することから、被葬者は近親関係にあると推測される。また、機内の古墳と同様に塩墳から豊墳に変化していることから、被葬者を律令官人とする説が挙げられている。金利塚古墳に関するカテゴリー、塚山古墳に関するカテゴリー、西の丘古墳に関するカテゴリー、 コウモリツカ古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。